じゃあ乾杯。チーン。あ、でもなんか意外と怖くないかも。サクサクいこう。確実に何かが起きてるな、この家には。全然触るこれ。オーマイガー。この、あの、すみません。オッケーオッケー、走って追いかけろっていうことやな、これは。わかったぞ。待って待てよ。あの子、ハリー、待って、どこへ行った。待ってよ。わこの足跡をたどっていけってこと。うわあの、ちょっとだけ怖いね、これちょっとだけね、ちょっとだけ怖いよ楽しくなってきたね怖っ怖い怖い。コメントなんだお前ら、やんのか。いいんだぞ、配信の主導権は私だ。ここで私は今から村上春樹の風の歌を聴きを今から1時間朗読したっていいんだぞ。やんのか。これがインターネットバトルだ。やってみろや。おお、言ったな。おいおいおい、今から私は部屋の電気をつける体制に入るぞ、バカどもが。後悔すんなよな。ねえ、読むかな。じゃあそれでは朗読を始めます。オセロ、シェイクスピア。ベニスの街中、ロダリーゴとイヤーゴとか出てくる。親しく奴に会って、この礼副官に。軍人としての奴の身の上は添えに尽きるのだ。否を問わず至る所で手柄を立ててきたことだ。俺らが悪かった俺らが悪かったそんな奴に尻尾を振るバカがいるものか。わかった、ごめんって。わかった、いいんだよ君たち、わかればいいんだよ。じゃあインターネットバトルの勝者は私ってことでいい。そんなに謝るなら許してやるよ。もうふっかけてくんじゃねえぞ。インターネットバトルなんてポケモンで学んだから、昨日の敵は今日の友だって。だから俺たち今日から友達だよな。 Be friend Be friends Be my friend Be my friend。 こんといてって。かなちゃんに電話していい。ちょっとなのちゃんに電話してみよう。なの子は通話中のため応答することができませんって言われた。悲しいんだけど。うん、かかってきた。なのちは、はい。今何してるの？ゲーム。配信されているの？今。そう。挨拶して。挨拶？今日も元気にオルタナティブの岡野奈々子です。彼女いるだって。彼女？うん。誰誰？ピーちゃん。ピーちゃん。大好き。大好き。何のゲームしてんの？男の子を好きすぎたゆえに、なんか殺してしまったカッターを持ったメヘラ女に追いかけ回されるっていうゲーム。かわいい？かわいいよ。ナナちゃんはね、今ね、動画を撮っているんだよ。ごめん。え？映画見てた。京都俺って言ったやん、嘘つき。あれやろ、現実世界と向き合いたくないから、非現実世界を求めてこのゲームをしてるんではないでしょうか。突然さ、なんか確信に迫ってくんのやめてよ。誰もが現実世界を生きたくないと思っているはず。そうじゃないのか、岡野七菜子。ドン。はい。で、急に冷めんの。石油王さん、突然1200円に引っ張りますね。この1200円で一緒に映画行こうや。1200円で2人で映画行ってきます、子供料金で。待って、もう1人分くれた。シニア料
これで二人でいける。子供料金じゃなく正規の値段で払っていけます。ありがとうございます。お前さやめろ。自分のチャンネルじゃないからマジで。二人ですごい豪華な遊びをできるね。どっちが綺麗に泥団子作れるか。それさ1円もかからへん企画でさもらったスパチャカツアゲしようっつんなもん。やばいスパチャ止まらんくなってる。皆さんもういいです。ありがとうございます。本当にもう満足です。これはちょっと取り返しをつかないことになった。もう行くところまで行くしかない。お前さえあの話した。何え初めて飲んだ話知ってる。初めて会ってキーチャネルで宅飲みした話。5時ぐらいに遊びに行って、うん、初めの40分ぐらい2人で泥酔して結果夜の8時に寝るっていう。起きたらめっちゃ朝の5時とかやってんな。朝めっちゃ早いやんみたいなって、で2人でお味噌汁作ってゴロゴロゴロ、また全部リバースしてんな。そうなちゃんなんかモノマネできそうやって。えろできやったよ。私できんで。いや別に興味ないなんかさ糖分を取ったら、なんかガトーショコラとかさ、めっちゃ甘いもん食べたらめっちゃテンション上がんねん。甘いもんめっちゃ食べて、そしたらなんかアドレナリンめっちゃ出んねん。じゃあ今テンションがココアのおかげで上がってるってこと？いやピーちゃんと話してるから。そうだよねーフォーリンドイエス逆逆逆珍しいよな。でもレディーの話を皆様が聞けるっていうこの状況、今日メール行ったのみたいな。ふざけんな、そんな LINE 来たことないわ。ほぼ毎日くらいで LINE してんねんけど、なんか1日空いたぐらいに来た LINE がロボコップグロないいきなり夜中にロボコップグロないめっちゃ気持ちいいな。でも2分おもろいでみたいな返したら返事なくて、さ見ながらでしたわとか言ってトイレ行ってくるからさ、なんかちょっと喋っとってくれん。どうも皆様こんにちは、こんばんは、岡田奈々子です。私は普段料理とかなんかそういう感じの動画を上げてるのでよろしくお願いします。売名させていただきたいかなと思います。あ登録済み、ありがとう、本当にうれしい、ありがとう。なんか可愛いとこめっちゃコメントあんで。声変えんな。え変えてない変えてない変えてない。ななこ好きになったわフォーリンラブイエス逆逆お酒取ってくるからちょっと喋っててくれん。わかんない、ななこタイムだよ。やっと二人っきりになれたね。モスキートホモンじゃないです。これでかよけとかしてないです。トロリンモモシュっていうお酒を持ってきた。可愛くない？え、美味しそう。感想持って、さあ言ってよ、食レポ。いいよ、じゃあこだわり。ちょっとエッチに感じる。あ、なんてなんてちょっとエッチな感じ。オッケー、いくよ。まるで初恋のように甘い。初恋ってさ、はい、甘かった？甘かったね。ピーちゃんの初恋聞かせて。私カイジ、あカイジ赤木っていう麻雀の漫画の主人公が恋やから。私何言ってる、初恋は私の初恋、うん、中3の時の体育祭の時に、うん、なんか、うん、めっちゃずっとこっち見て、うん、なんかニコニコしてくれてる男の子だってめっちゃ男前やってんけどな、うん、なんでそんなニコニコするんやろみたいな意識するやん、うん、特に喋ったことはないんやけど、うん、常に目合うねん、うん、何してても、うん、卒業式の時に告白してん、好きですみたいな、うん、そしたらあれ遊びやからって言われためっちゃ汚い。ちょっとキーあるそぶりせたの、遊びやからって言われたん。なんかかけとってんて友達と。え待って、死んだ。今それさ絶対後悔してんで。今はそんなないかもやけど、可愛い子とかってハブられる説あったよな。うん、
でも私は可愛くなかったよ。いや可愛いから。もうなんかもうほんまに良かった、今が楽しくて。いやまあ最高、最高よ、まあ、最高、うん、最高。深くねくれやなって思うもん、なんか自分の動画見て。あんな美人でさ、顔面な、でスタイルもめっちゃ良くてさ、あんなにさネクラに育つってさ、じゃあマジでナナちゃんってネクラやからさ。でなんかセンスの塊やん。うーんじゃねえよ。逆にでもめっちゃレアやんな、だってポケモンかよ。カビゴン違うならマジで、うん、YouTube とか全然見えへん人がいい。初対面で YouTuber ってもう知ってほしくない、ほんまに。自分で実はこういうのやってて、うん、みたいな感じで理解を深めたい。ナナチはさ、なんかさ可愛い女の子が料理してご飯食べてっていう動画やからいいやん。やから別に後で知られても恥ずかしくないけど、私の場合はキャラ的にさ普通に出会った時と動画のギャップがすごいやん。配信中にさゲロ吐いたりとかさしてんもん。だからもうそれを知ってくれてる人じゃないと多分無理やわ多分。でもやっぱ人生一生寄り添うんやったら全て理解してくれるさ人に出会うが一番や。ということでありがとうございました。おやすみなさい。突然わかった、うん、じゃあね、ナナチ、じゃあね、はいよ、バイバイ、バイバイ。スペシャルゲスト岡田奈々子でお送りしました。